ゴーダーバリ Q フリゲートは、インド海軍のフリゲートの艦級。インド海軍での計画番号は16型。インドでは、1966年より、イギリスのリアンダー級の設計に基づくニルギリ、Q フリゲートの建造に着手し、1972年から1981年に、かけて6隻が収益した。本級は、これをもとに船体を拡張するとともに、 装備を強化した発展型となっている。線形は中央線路型に変更されるなど、インド国内で再設計された部分は全体の72%に達した。なおネームシップでは重大な溶接ミスが指摘された。主機関はニルギリ級と同構成で、ボイラーはバブコックウィルコックス社製の三同式、蒸気成錠は 圧力 550pc、温度摂取450度である。蒸気タービンは、リアンダー級幅広型以来の Y-160 型が踏襲されており、ボーパルエンジニアリングによって生産されて、搭載された。なお安定化装置として、ボスパー社製のフィンスタビライザーを装備している。本級は、インド軍艦として、初めて、戦闘システムのデジタル化を図ったシステム艦となっている。 その中核となる戦術情報処理装置としてはイタリア製の IPIN-10 が搭載された。センサーは多くがニルギリ級のものやその国産カバンが搭載された。対空捜索用としてはバーラと射精ロール0に耐水操捜索及び公開用としては ZW-06 が搭載された。ただし本級では同時期に 整備されていたラージプート級駆逐艦と同型の MR-310U、U アンガラー M3 次元レーダーが搭載された。これは収益後、股間防空ミサイルの乾燥に合わせて、イスラエル製 LM-2238 スターレーダーに乾燥されている。またソナーも、当初はニルギリ級と同じく、イギリス製の184型が搭載されていたが、後に同級の ヒむぎりで試験されていた国産のアプソに乾燥された。防空、対艦兵器に関しては、1970年代にソビエト連邦から購入したドゥルグ9コルベットのシステムが導入された。P-15M、テルミート M 艦隊艦ミサイルの単装発射機4機が選手艦ンに搭載されたが、同ミサイルが大きかったため、両原に張り出しが設けられた。 戦導艦ン前端部の艦ン室には 4K33 オサーエーム股間防空ミサイルの昇降式連装発射機が設置された。また艦砲として75口径 57mm 連装速射砲 CIWS として AK-230-30mm 連装機関砲が搭載された。その後、股間防空ミサイルはバラクの VLS 艦砲は62口径 76mm 単装速射砲 CIWS も AK-630-30mm ガトリング砲へ換装されている。対戦兵器はニルギリ級と同じイーラズ -3324 立方ミリメートル連装単魚雷発射管を装備したが同級で装備されていた対戦迫撃砲は省かれた。最大の変更点が 航空偽装の強化で、先導後半部は、潜伏全体を使って、シーキングヘリコプター2機を収容できる、ハンガーとされている。ただし大型の胴機を2機搭載すると、トップヘビーから復元性の低下をきたすことから、通常は、1機分はより小型のフランス製、アルエット3、あるいはそのライセンス製3番である、チェタクとされている。ヘリコプター甲板には、 ベアトラップ着艦高速装置及びサマーヘ機体移送装置を備えている。ありがとうございます。